はい、ブレイブリーデフォルト2実況プレイのパート13やっていきたいと思います。第1章サバロンの、物語進めていきましょう。クエストをまあいろいろと進めたりとかレベル上げたりとか少ししまして、進めてまいります。レベル今こんな感じ。セスとアデルは、とりあえずすっぴんマスターしました。他の2人まだね、マスターまでは行っていないんですけれど、まあクエスト消化とか、周辺探索の時にでもまたすっぴんでね、ジョブレベル上げていこうかなと思います。あんたたち無事だったか。よかった、心配してたんだ。本当にありがとう。礼を言われるほどのことではありません。お気になさらず。あの失礼ですが、あなたはグローリア王女ではございませんか。どこかでお会いしましたか。はい、5年ほど前に王宮で姫様が剣の稽古をご覧の時、自分もその場におりました。剣の稽古。あの時の。はい、しかしまさか姫様に助けていただくことになるとは。あの時姫様は見ているだけではなく自分も稽古に参加すると言い出されて、いやー、兵士たちも焦っておりましたな。稽古とはいえお怪我をされては大変だろうし、いざ稽古が始まれば自分より大きな兵士相手に全くひるむ様子もなくて感心したものです。グローリアが兵士に混ざってか。有事の際には王族として先頭に立つのは当然です。それに美しい姫様に率いられた方が兵士もやる気が出ますしね。魔物を退治していただいたことは我々が報告しておきます。本当に感謝しても感謝しきれません。ありがとうございました。はい、はい、また一個ねクエストあるんですけど、それはこれから向かうネッサの遺跡で行うミッションみたいなんで、とりあえず後で やります。多分ねネッサの遺跡の本来の攻略レベルよりもだいぶレベル高くなっちゃったんで、ちょっとね物足りない戦いになるかもしれんが、まあしょうがない。とりあえずここが先ほど話した遺跡。この一帯が砂漠となる前に栄えた王朝の都です。しかしその王朝は木々の乱伐と戦乱を重ね、緑豊かな大地は砂漠と化してしまった。本当に愚かな先人たちです。砂漠は過酷な地、水さえあれば。何度そう思ったことか。カストル王子失礼、そのようなことを言っている時ではなかったですね。今はオルフェを追うことだけを考えましょう。よし、では進めてまいりましょう。ここあれですね、体験版で来ましたね。体験版ではここであのバーナードと戦ったんですけど、今回は違うみたいだ。先手必勝。エンシェンス、参ります。物理半減とかかな。力が溢れる。物理が効きにくいね。これ私の番です。
てやーやーてやーやーさて、やっやったやーてやーやーっどうするか。我が手に集え。さあ進みましょう。次は何ができるのかしら。都市空間覚えた。アビリティ都市空間。両手に何も装備していないとき自身のとその他の装備品の物理攻撃が 80% 命中が 30% 上がるということで、武器とかを外してしまいましょう。いいね。させてもらおう。それではこれがどうするの。弓と雷だった。今やった。まあ大丈夫でしょう。やった。余裕でしたね。実に興味深いな。よしよし。逃げんな。先手必勝です。へい。どうするの。へい。やっ。あーやっ。あーやっ。魔力がみなぎる。参ります。やっ。まだまだ。力が溢れる。ほっ。あっ。たあたあ。やっ。さあ進みましょう。次は何ができるのかしら。JP アップやもっと JP アップに低レベルボーナスが加わってめちゃめちゃ成長しますね。なんかいた。敵だ。気をつけろ。おー、そんなのいたのね。私の番ね。敵だ。食わよ。あ、エンシェってあれだ。素手だったらダメージ入る。我が輩の番だな。いいこと気づいた。排除させてもらおう。力が溢れる。たーっ。たーっ。はーっ。学者だと侮ったか。おお、これはこれは。よしよし。ん？あ、こっちか。あ、これか。あ、何回か往復しなきゃいけないやつだ。いや、めんどくさいからとりあえずここの話は終わらせちゃいましょう。他に何か回収はないかな。宝箱とか、まあ、数は分かってるんでね。え、なんかでけえのがいる。あ、そこにも宝箱が。グレイブ。
あとどこだ。く進行方向かぶった。しかも背後取られたってなってるし。どうするか。魔力がみなぎる。驚け。余裕でしたね。の方から離れてくれるから楽だね。でワープ解禁と。なんもないよねこの鳥ね。うん、あと4個。私のこと甘く見てた。僕ではない。そこにもいるな。なんでっけの。ミスリルソード。攻撃力は劣るけど、なんか魔力結構上がるな。魔力25。うん。まあ、なんか狙われやすさ上がる。ライダルポジトかけね、剣弱いみたいだし、いいかもね。魔物が現れた。力が溢れる。参ります。癒したまえ。私の番。傷が癒えていく。よし、やるか。風か、風属性は使えないもんな。我が手に集え。兵器だ。やや我が輩の番だな。歩みを止める気はありません。大地の盾。宝あと1個どこだ。
ミスリルの、お、重いんだ。重い装備の方がね、いい理由があるんですよ。そこサンドワームいるな。え、宝箱1個どこだ？まあいっか、ちょっと探そう。ちょっとここでテントを張らせてもらって。では参ろう。いた。我が舞台へようこそ、グローリア王女。さて、これより披露いたしますは、我が最高傑作となる最新作。国を追われ、多くの苦難を乗り越えた末、ついに復讐を果たす男の物語。さあ、共に楽しもうではありませんか、グローリア王女。オルフ、あなたの妄想に付き合うつもりはありません。妄想とはまた悲しいことをおっしゃいますね。私がどれほどこの瞬間を待ち望んだことか。復讐、なんと甘美な響きでしょう。復讐、逆恨みの間違いじゃないのか。国費の使い込みで国を追い出されたんだろう。自業自得ってやつだな。ねえ、うるさいうるさいうるさーい。あの時の恨み、私は決して忘れない。そして今ここで私の復讐は成就するのです。ああ、おとなしくここで倒れなさい。しょうがねえやっちゃな。私がミューザを追放されてからどれだけ苦労してきたか。虫のように血を吐い、獣のように泥水をすすり、満足に食事も取れない。そんな苦しみがあなたに想像できますか、グローリア王子。だから自業自得なんだろって。我が恨みをその身に刻みつけるがいい。怒り、はは、補助効果は重ねかけできる。バフでバフ。まあとりあえず雑魚処理だよね。さて、やるじゃないか。力がみなぎる。雑魚処理は早めにやってしまいたいが、魔力がみなぎる。私の番ね。よしよし。
よし、やるか。我が手に集え。力が溢れる。たよし。さて、治療します。オンに切る。さて、これで我が輩の番だな。排除させてもらおう。投げる。はっ。はっ。よし。よし、やるか。私の番ね。大したことないな。力が。さて。溢れる。癒したまえ。すまん。や。どうするの？我が輩の番だな。私の番です。行くわよ。力が。みなぎる。痛いですか？さあ。こちらを。便利。焦らずにと。力が溢れる。ここは気に行くぞ。様子を見させてもらうわ。使ってください。我が輩の番だな。ここは守りの一手だ。いや、その相手のデフォルト解けたら一気に行きますかね。見上げる。守りを固めます。うん、いくわよ。我が怒り。よし。私の番ね。おー、行くぞ。今は耐えます。力が溢れる。どうするか。痛いですか。どうするの。大丈夫ですか？助かった。さて、いいタイミングでデフォルトしやがるな。どうするとしよう。打っとくか。はあ。大地を引き上げろ。よし、ここからだ。よし。どうするの？はあ。参ります。治療します。すまん。我が輩の番だな。我が手に集え。カウンター来るのか。炎よ。まあでも効かねえから。いや我が手に集え。魔力がみなぎる。これしきの痛み、我が心の痛みに比べればその万分の一にも届かない。そもそもこれ誰だ。水に弱いんだ。私オルフェは我が恨みを晴らすとともに最高傑作を生み出すのです。倒れなさい、グローリア。そしてその無様な姿を私に見せなさい。さて、うるせえな。攻めきれんじゃねえかな。はっ。これでどう？こんな終わりは認めない。悔い改めるのです、オルフェ。一歩進んだら
一歩前進です。よっしゃー。銀融主人、味方への支援を得意とするジョブ、死で戦局を有利に変える、アビリティ、フラッグの要塞、アジャフを求めし歌。復讐を果たすこともできず、このようなところで打ち倒れるとは。それよりも水のクリスタルのことを教えなさい。この私がやすやすと教えるわけは。じゃあ仕方ないわね。喉でも潰して歌えなくさせてあげましょうか。教えます教えます。クリスタルはバーナードが持っています。その力を解放し町に水を満たしたと言ってました。やはりなんと愚かな。でどこにあるんだ。隠し場所までは知りません。持っていると聞いただけです。本当です。なんだ、大げさに言った割には大したことを知らないのね。まあその程度のやつってことだな。アスタリスクが手に入っただけでもよしと。これはなんだ。町の者たちがバーナード様を出せと騒いでおりますが。ああ、まったく面倒な。適当に処理しておけ。方法はお前に任せる。かしこまりました。なんだ今の光景は。これはあの時のん好機到来。なんだこれは。油断しましたね。いつでも逃げるための準備はしておくものです。オルフェ、おさらば諸君、またいずこかで会いましょう。仕方ありません。オルフェは後で衛兵に手配させましょう。それと僕は皆さんにお詫びをしなければならないようです。え、王宮での数々の無礼な言動、どうぞお許しください。先ほどの戦いを拝見して自分の見る目のなさを痛感いたしました。あ、いや、そこまで言わなくても。それほど気にはしていない。そう言ってくださると助かります。ところでさっきの魔導書が光った後に見えたのは何だったんだ。魔導書がアスタリスクに反応すると話したのは覚えているか。ハルシオニアで手に入れた時は文字が読めるようになっただけだったが、今回のようにアスタリスクを持っていたものの過去の光景が映し出されることもあるのだ。もっとも望んで映し出すことができるわけではないし、理由も不明だがな。なんだ、結局何もわからないんじゃない。だからこそこうして魔導書の秘密を明かすために旅をしているというわけだ。ま、それもそうね。ん？鳥？どうかしました？いや、なんでもない。はい、成長プランを考えてみよう。まあ確かにな。はい、まあとりあえずね、今回ここまでにさせていただきまして、次回、まあ、残りの宝箱の回収とともにね、あとまず、サバに戻りたいと思います。セーブじゃなくて、なんか撮影しちゃった。はい。OK。うん。では、ブレイビーデフォルト2実況プレイのパート13、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれな。